さて明日の予定はどうする？迷うよな。ユウとデートするのは俺が思うに、まあ休みの日だったらいけるんじゃないかと思います。で、銀太のテニスの試合を応援するは、まあ、試合っていうのは、まあ、大事な試合っていうのはね、年に何回か数えるぐらいだと思うので、まあテニスをね応援したいという気持ちが俺の中にはあるんだよね。ストーリーの進行にどう影響するかによるんだよな。一応ね、その大事な試合っていうことで応援するを選びたいと思います。まあ本当はこのユウの誘いが先なんだけどね。一応テニス応援しに行くか。絶対勝つんだよ。おお。まあ第2章でいいのかな。終わったか。第3章に入りますか。誰？彼でいいのか。進展させるのはどうしたらいいの？というあなたへのアドバイスをチェックしてみるね。二人は性格が似ているから、息ぴったりよ。でも、なんだか、友達ムードになっちゃうみたい。もうちょっと女の子らしくして、彼をドキッとさせちゃおうということですよ。出ました。意味不明なパスワード。これがパスワードか。ケオキシミイカのワネミミテンツーミ。これ意味不明なパスワードだな。よし、じゃあ次の章いきますか。はい、出ました。スマッシュ、銀太のテニスマッチ。はい、銀太くんの試合ですよ。はい、発見。ボイスメモ見っけ。何々ルが好み。ギンタはフォールだけ？ルだけかよ今回。さあユウ、悪いが今日は試合、ユウもいたらいいのに。そうじゃない。なんか飯作ってくれ。どうした？なんだよ。ふっ。分かったよ。その代わり何を作っても文句言わないでよ。サンキュー。で作って、だからユウも誘えばいいのに。銀太が嫌がるか。銀太が嫌がる。あ、これでいいんじゃない。レパートリー。いつぐらいかな。おむすび、カレーライス、サンドイッチ。カレーライスがいいんじゃない。
ケーキを作ったことがある。その時うまくできた。昨日作ったよ。大成功ですよ。バッチリね。できましたよ。お、できたね。どれどれ、何を作ったんだい。40点。お前本当に料理の才能ねえな。もうちょっと まともに作れねえの。だから自分でやればいいって言ったの、言ったじゃん。私よりよっぽど上手に作れるくせに、てん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 。ユウは料理も作れるみたいだな。それは言える。昨日俺が作ったグラタンは我ながらうまかった、てん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 。でもめんどくせえから嫌だ。そういやルミさんの料理もいまいちだもんな。遺伝だな。あ、ミキちゃんの親、お母さん側か。こりゃこんこんこん今後うまくなる見込みねえなと。うるさいなもうと。もう作んないからね、みたいな。食えねえことないし、お前作ってくれよ。一生懸命作ってるところが可愛いから、てん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 。殺し文句だ。ところで今日は文化祭だろ。いや文化祭じゃなくて、え、なんでだ。テニスの試合を見に行くんじゃないのか。こんな言う売れねえもんな。うるさいなもう。じゃあ俺先行くぜ。オッケー、何もないか。なんだ、どういうことだ。え、テニスの試合はどうなった。まあいいや、そのまま行けばいいのか。まあ楽しそうと。小さな犬かわいい、抱きしめたい、触りたいと思う。かわいいと思う。落とし物かな。もらっちゃおうかな。持ち主に届ける。頭痛いよな。サボりたい、我慢しよう、そのうち治るよ。おう、キンタ、今日試合だろ。ちゃんとお前の試合をね、応援しようと選んだよ、選んだよ俺は。相手は誰なの。それがさ、誰だこれ、誰その人。6タンダ、ストム
銀太くんのライバルみたいな、ライバルかな、六反田つとむっていう人みたいだね。ストーカー行為をしてるとかなんとか言ってるよ。なんかね、ユウと銀太を勝手にライバル視していると、ユウには全く相手にされていないっていうことだよ。なんか説明によると、ユウと銀太のねダブルスに負けて丸坊主になるって書いてあるよ。なるほど、まあ、とりあえずライバルみたいだな。ということは誰だこれ、これは誰、アリミ、アリミさんかこれ。そうだな、鈴木アリミさん。ああ、鈴木アリミさんね。ユウのね、元彼女みたい。シャギーの入ったショートカットヘア。男子生徒から人気があり、ファンクラブまであるということだよ。しかも陸上部に、陸上部らしいよ。はは。多分ね、はい、学校に行こう。相性テスト。もちろんそのためにお前来たんだぞ。もし負けたらどうしよう、弱気になってる。大丈夫よ大丈夫よ、励ましとけミキが応援してくれたら勝つんだけどな。何言ってんだこいつ、何言ってんのよ。照れちゃうな本当に。いや、これテストの応援、テニスの応援だよって、そのために開けたんだぞ。よし、オッケー、頑張れよ、勝ってよ。ここだ、中庭に誰だこれ。ああ、これは有美さんか。関係ないじゃない。いけないかしら、何か別のことなんじゃないの。失礼ね、私が何か企んでいるというの別にそういうことじゃ。まあ、いろんなとこ行っとこう。もしかしたら発見があるかもしれない。生徒会長だろ。フリーマーケット。フリーマ。出ることになっちゃったよ。マジかよ。え？なんでだろう。一緒だな。銀太と一緒だな。なんでだろう。
教室に珍しくいるじゃないか。てん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 、どうした、てんてんてんが多いぞ。なんだ、あー試合出ないよ俺みたいなこと言い出すのかと思ったよ俺一瞬。え、何、勝たなくちゃいけない大事な試合だもんな。俺この試合に勝ったらお前に告白しようと思うんだ。言っちまったよ、言っちまったよ。ちょっと、銀太、そんなに私のことをてん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 、もう言われちまったからな。勝ったら告白するってことだぞ。それを応援するということだ。保健室、では、行きますか。まあそうだぞ。テニスコートパンパンですよ。テニスコートパンパン。え、なんだ。なんだか試合負けそうよ。あれ誰だこいつ。他に何か情報はあるか。なんて書いてある。いないぞ、ここには出てないぞ。説明には出てないような気がする。ああこれ銀太のことだ、銀太のことだ。スオーって言うから分かんなかったな。調子が悪いっていうことだぞ。どうする。え、まさか、てんてんてん、さっきのことがプレッシャーになってるんじゃ。プレッシャーか。なんか怒られたよ。しっかり応援しなきゃダメじゃないって。どうなってる。ファースト、ん、ファースト、俺テニスのルールわかんねえけど、ファースト16で落としてセカンドも04。あと2ゲームで負けちゃうのよ。銀太負けちゃう、敗北ちゃう。ということは告んないな。そうだろ、そんなに強いの向こうのペア。そうじゃないの、なんなの。え、絶不調で足引っ張りまくりなの。プレッシャーがかかってるこの試合。ああいう宣言するからだぞお前。いいんだ。勝ったら告るとかなんとかそんなことを言って、まあね、自分でプレッシャーをかけたわけだ。それが朝となったか。てん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 、ギンタ出ました、テスト。
ユウを応援する、ギンタを応援する、うん、両方応援しよう。そうだ、よし、人気があるんだにしと、しとこう。お、ユウのさ、あなたはやったね、よくやった、かっこいい、よし。ミスが多いし、足引っ張りまくってるわけか。頑張れ。牛のサーブすごいな。ナイス。さあ、まだまだ応援が続きます。牛の調子はいいみたいだけど、スオ君まだダメ、まだダメみたい。なんだと、銀太なんなんだお前は。てん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 。他のとこ行ったら、あおー発見した、危ない危ない、テニスの試合が終わる前にどっか、あれこれ言っとくべきだな。え、一緒じゃない、何だったんだ、いろんなところに顔出してみないといけないってことか。ここは一緒だな。張り切ってるけど、張り切りすぎてプレッシャーになってるみたいだぞ。そしたら戻ろうか。まあ他は強制ないで行っても意味ないでしょ。ないっしょ。よし、じゃあ試合いきますか。熱戦が続いています。またボレーミス、ずっとこんな調子なんだから。ギンター、どうした、なんか他の行動を取れと。なんなんだ、ま、おまじないとかじゃねえ。あー、もしかして、もしかしてメイコにおまじないかなんかをさせられるのか、またそういうことか。変身負け、そう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 、お前またおまじないを教えてきて、俺はそのおまじないをまたやるっていうパターンじゃないの。何か、なんだかプレッシャーに押されてて調子が出ないんだ。出ました、俺の予測通り、おまじないだ、おまじないをやれって言うんだろう。思っていることを、気づけることができるおまじないよ。よく聞いて、紙にハートマークを書くの。赤いペンか何かでそのハートを塗りつぶしていくの。早く塗るほど効き目があるらしいわ。赤いペン、赤色だったら大丈夫よと。早く塗るミニゲームってことか。
はい、まじない1、まじない2、まじない3、赤いペンなどでハートを、時間内に塗りつぶしていきます。これも失敗したら困るから一回セーブしないといけないな。こちらおまじない3、赤いペンがないといけません。赤いペンは、こちら生徒会長から手に入れます。そうですね、そうだ、クレヨンが売れ残ってるんだよ、よかったら一つあげるよと。ここで赤いクレヨンを手に入れます。手に入れました、赤いクレヨンを手に入れましたよ。ではここ、これです。プレッシャーに強くなる、おまじない3です。赤いペンなどでハートを時間内に塗りつぶしていきます。じゃあ挑戦します。ここ連打が必要です。レディーゴー。あーじゃあ連打しろ、連打が遅い。連射パッドがあったらよかった。連射パッドがあればプレッシャーに強くなる。おまじないです。よっしゃやり遂げた、半分ぐらいでいったぞ。ふう、これで本当に銀太がまあ立て直すことができるか、超絶不調を直すことができるかどうかですね。疲れたよお前連射すんの。ちなみにおまじないは4、5、6までありますよ。よし、じゃあ3まで終わったんだ、あと3つか。 OK、 まあいいや、とりあえず。お待って、どこにいる、ちょっと他のとこ行かして、他のとこ行かしてくれ。なんかいろんな行くところあるぞ。負けたとかどうだった。お勝ちました、銀太が勝ったそうです。ということはお前こくる気か、よかった、てん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 。銀太すっかり調子を取り戻したみたい。おまじないが効いたか。へへ、中庭に誰かいます、いるかな、違った、見事なプレーだったわ。おはじきだけ余っちゃってさ、これはおまじないアイテムになるのか、おはじき。またでいいです、断りました、生徒会長からおはじきいらないと。いや勝ったよ。なんでずっと教室にいるんだお前は。一緒に応援しに行けばよかったのに。最後で急に調子良くなって、勝つことができたと。何か隠れる。